どうも、菅大地です。本日は静岡県にあります裾野カンツリークラブにお邪魔しております。今日はですね、大地ゴルフ TV 大感謝コンペの前日ということで、お天気がいいですが、明日も天気が良く気温も上がる予報です。ちょっと風が強い予報ですが、一体どんなコンペになるのか、その様子もね撮影したいと思いますが、今日は前日のミニコンペを行っているということで、直前の視察ラウンドも含めてプレイしていきたいと思います。もう何度も大地ゴルフ TV で配信しております。裾野カンツリークラブさん、今日はインコースからスタートしていきたいと思います。ミニコンペの参加者の中にはね、明日も参加するということで、練習ラウンドを兼ねたプレーもあるということで、たくみくんも僕もちょっとゴルフ2週間ぐらい空きましたね。意気込みの方、たくみくんの意気込みを、何もないということですね。何もないが意気込みということで、今日は基本的に私の一人プレーということで、よろしくお願いします。行ってきます。お願いします。491ギャラリーの方がいっぱいいますよ今日は。全然見えなかったんですけど、どこ行きました。やった、もう太陽で何にも見えなかった。先週3日前までね、女子の QT ファースト QT やってたということで、この女子の試合ではハートマークがエッジ200ヤードの表示です。207ヤード4番アイアンでピン右奥、右には外したくないけど、ちょっと今冬になった途端、このトラビルのシャフトが一気に硬くなってる。あー、これ OB だよ。これちょっと暫定級朝一 OB はちょっとね、嫌ですね。いやー、これバンカーかなー。全然ダメ。ギリギリあと1メートル違ったら OB っていうところにありました。50ヤードくらいある。ちょっと足場は相当良くないけど、うまくいったねこれね。ありがとうございます。富士山カラーにしただけあるね今日は。351ヤード11番パー4です。バンカーまで220ヤードくらい。ドライバー持つとオーバーするんで、奥は OB です。ただ刻もうにも、あのバンカー奥を狙うとフェアウェイはちょっと狭いですから、ちょっと左サイドを狙うといいですね。ありがとうございます。これでギリフェアウェイかなって感じです。ありがとうございます。 123P ちょっと上げ、2ヶ月前くらいのディポットに入ってます。9月初めくらいに掘られた。ああ、ちょっと上まですくい入れようとして、ちょっとトップ目に入って上の段まで行っちゃったかなという感じです。イマジネーション、イマジネーションランド大事これ。うおー、惜しい。ありがとうございます。ありがとうございます。よかった。今12番パー3、126ヤードです。前の組ではひかりちゃん、あーちゃん回ってます。今日は本当天気がいい。ピッチングで行きたいと思います。126。風は風向き的にフォローのはず。本当冬になるとね、ちょっとこのトラビルが硬すぎて。全然しなってこない。もうガッチガチに感じる。うわー、グリーンが綺麗だね。ありがとうございます。危ない危ない。13番パー4391、あのバンカー越えるのは260くらいかな、560って感じです。左バンカー
ありがとうございます。フェアウェイ来て、オッケーオッケーオッケー、ありがとうございます。たくみくんがどっかに行ってしまったので置いて取ってます。110ヤードの打ち上げフォロー、51度のウェッジでグリーンのね縦幅が狭いのでここを乗せるのは結構簡単ではないです。左からのフォロー、増田ウェッジで、いいラインで、おー、うわちょっと短いんだ、めちゃくちゃいいラインで飛んでたんですけどね。15ヤードくらい、おーちょっと突っかかっちゃいましたね、これはスピンが入らずに。いやーここもねいつもねなかなかパー取れないんですよ、前からやってるくせに。おお、グリーンが素晴らしいね、ありがとうございます。めちゃくちゃ転がる綺麗に。14番パー4、388、ここが結構難しいホールです。いつもねパー取れないです、私は。連続ダボです、前回も前々回もダボ。3番ウッドでバント作戦を失敗してますんで、この3度目の正直。今回シムベンタスティアルブルー、今回は大丈夫でしょう、今回は池はとりあえず回避。159のアゲンスト7番でいきます。右から上げ、ナイス、一体感を大事に。うわーちょっと開いてしまった、右の、おー奥、ナイスナイスオンってすごくありがたい言葉をかけていただきましたけど、右奥の土手にキャリーしてますから、ね、フリーサンティからこの池まで250の打ち下ろしになってますね。非常に綺麗なホールです。紅葉もやっとしてきたといった感じ。よそ見してたら排水溝に入りました、左足水没しました、べちゃべちゃです、やだー。ちょっと上げるリスクは高いっすね、逆目が非常に多く入ってる。クッションさせるところもここもちょっと逆目なんでね、ちょっと距離感は難しい運もありますが、乗せるだけアプローチウェッジで、わーちょっとキックがね、まあまあまあしょうがない。入んないのかい、入ったかと思ったよ今。うわーボギったし、もう服汚れたし、最悪。もう富士山のてっぺんからフェードしてフェアウェイに、よかったです、フェアウェイ、いいところ。65ヤードの打ち上げ、70ヤードフォロー、ピンの2段グリーンの奥かな、グリーン面は見えないです。ここからわーこれは捕まっちゃったね、最低ですね、これは捕まってでかくなった。わー風が吹いてきた、右内側、うん、グリーンが綺麗で打ちやすいショートパット、ありがとうございます。16番パー4、358、アゲンスト強く吹いてます、右からの風なんでフェアウェイ右サイド、低めの弾道のイメージで、ありがとうございます。危ない危ない、なんとかフェアウェイ。66ヤード右からアゲンスト、これ風と正面衝突する、フェイスまぶしい、これ構えたら今
ノンメッキでね、光りづらいんですけど、それでもちょっと今ちょうど太陽の。飛んでないか。ギリ乗ったかな。まあいいでしょ。意外とぴったりだったよ、ショットだったね、セカンドショット。これ曲がりそうで、フックしそうでしないパターン。うわー、本当にまっすぐ。ちょっと保険かけに行っちゃいました、最後。17番パー3、140ヤードです。風は旗、こうなってるけど、多分上空は左からのはず。140フォローでピッチングちょっと短いかもだけど、当たれば行く。当たんないとバンカー。これね、ナイストップよ、これ。計画的なトップよ。トップしてちょうどいい。全然しなってこない、本当に。上り逆目スライス。わー、結構切れたね。ゾムス、いいグリーンです。18番パー5です。532ヤード。ちょっとティーがいつもよりも前になってて、風がフォローですからね。こう右行くと逆に OB ですから、ちょっと左を狙わなきゃいけないけど、意外と左もね、木に当てるという最悪の事態が起きかねないんで、木の上、ゴールインしましたね。ゴールインしました。ありがとうございます。188ヤード。これ7番だな。ちょっとディポットだわ、これは。188、ちょっとね、軽いディポットに入ってるんで、トップが出やすい。7番でセンターから、うわー、やっぱりね、まあまあ池じゃなかっただけラッキー。ちょっとやっぱダフリのミスをね、出ないようにしたらああなりましたね。こんな綺麗な場所から打つのは初めてだ。97ヤードサンドウェッジ、風は左からフォロー。もうちょい風来て、うわー、意外と右来ない。風が止まっちゃった、今打つときに。うわー、足元が切れそうだな。うわー、耐えて耐えて。うわー、ダメだ、あかんかった。いいグリーンだ。パーでした。ありがとうございました。前半終了。